はい、今4日目の朝11時です。これ今悩んでるんが天井の断熱なんですけどもね、この天井の断熱をスタイロフォームっていう、まあ発泡スチロールみたいなやつで断熱するか、まあ両面テープ使って貼るんですけど、それかグラスファイバーみたいなね、ふわふわした綿みたいな生地を天井に貼り合わすというか乗せて、それをまあ木で押さえながら施工しようかっていうところでちょっと悩んでるんですけどね、どっちの方がいいかなと思いましてね。断熱材っていうのはちょっと家とか見に行った時に勉強したんですけどね、隙間なくこう埋めれるっていうことがやっぱり大事みたいなんで、できたら隙間なく埋めたいと、まあ、スタイロフォームって発泡スチロールなんで硬い素材なんで、結構こう隙間がね、カッターでうまいこと切ったとしてもできやすいんで、まあそういう意味ではグラスファイバーのようなやつの方が隙間なく埋めれるんかなといった感じなんですけども、まあ、木を張り出すとね、まあこの見えてるこれにビスを打っていこうかなと思ってるんですけども、厚さが多分ね、だいたい測ってないんですけど、だいたい 0.7 か8ミリぐらいなんですよね、このやつが。まあ木ネジかなんかで止めながらなんですけども、ただそのグラスファイバーの分厚さがだいたい、まあふわっとした状態で10センチぐらいあるんで、この幅がだいたい 1.5 センチあって 1.5 センチぐらいなんですけどね。でまあ10センチなんで圧縮したとして、こういうところに負荷がかからないかということと、もともとあった内張りを洗浄してあれを使おうかなと思ってたんですけど、あれそのまま使ってもなんかそっけないんで、生地を張り替えようかなと思って朝から調べてたんですけど、生地を張り替えるのも結構ね、ボンドとかね、肘台とかいろいろ行ったりするんで、そう考えたら木もありなんかなと思ってきてるんですけど、さあどうしようかなといった感じです。はい、今ね買い物して、このマットエースっていうね、断熱材これ買ってきてね、今戻ってきたんですけど、鍵ね確認していったんですけどもね閉まってるんですよ。でもドアを開けたまま行きました。でまあ開いたままね、こっちフルオープンで買い物行ってきました。はい、というわけで今日はこのね、断熱材使ってこの上の断熱加工をねしていきたいと思います。布粘着テープ、まあ普通の布粘着テープに、このなんか素面とかでも凹凸の面でもいけるっていう養生テープで、多用途強力両面テープで、一応これで押さえようかなと、上をな、もしあかんかったらバーを入れようかなっていう感じやね。でこれで今買った金額の合計が、3500円ぐらいやね。3500円、まあ、3500円で断熱ができるかどうかこれは分からへんねんけど、もしこれでこれが断熱材が垂れてくるようやったら、バーを入れてちょっと補強する、補強してやろうかなと思います。はい、今このパーツクリーナーを使って、上のこの面をこのペーパーで脱脂しました。はい、で、両面テープをねこんな感じで天井に貼りまして、で今から、さっきのグラスウールをカットしてね、天井の方にひっつけていきたいと思います。とりあえずどんな感じになるかね、わかんないんで、一箇所だけとりあえずやってみたいなと思います。今160ね合わしてるんで、これで160あるんで、これで切っていきたいと思います。こういう感じで詰めて、
はい、今ね後ろだけ、全部貼り終わりました。まあ、こんな感じで養生テープとですね、この裏に、両面テープね、両面テープあんま意味ないんですけど、若干気持ちだけこれの方がしっかりねひっついてます。マットエースっていうやつなんですけどね、まあ、どれぐらい効果あるかはちょっと微妙なんですけど、こっちからね、養生テープ最初貼ってたんですけど、強度が、ガムテープというか布テープの方が強そうな感じなんで、こんな感じで貼ってます。で、こういう穴ですね、こういう穴は置いといて、またカバーをねしっかりつけれるように穴のとこだけカバーして貼ってます。はい、こんな感じ。はい、今ね時刻4時半です。まあ、4日目なんですけど、いよいよようやく DIY というか、キャンピングカー、オリジナルキャンピングカー制作というか、ちょっとバンを快適に過ごせるようなことが始まったわけですけども、ようやくね、4日目ですね、天井の断熱材がある程度貼れました。まあ、若干隙間もあるんですけど、まあ、これでもともとついてたね天井のパネルが貼れるかどうかは置いといて、まあ、とりあえず断熱材は貼れましたんで、まあ、こんな感じかなと思います。まあまあ貼れたと思います。結構、まあ、時間はそんなかからんかったですね。1時間半ぐらい2時間ぐらいかで、ちょっと間まだ開けてるんですけど、天井のパネルが貼れるか貼られへんかでちょっと調整しようかなと思っております。まあ、こんな感じで4日目終了となります。お疲れ様でした。はい、どうもおはようございます。今日はねちょっとお仕事待ってます。今日あのこのホームセンターで木買うてきて、で、サイズね測った分あのホームセンターでこう切ってもらいました。でこの上の天井、断熱材つけてるんですけども、ここにねビス打っていきたいと思ってます。ビス打ってね天井作りしていきたいなと思っております。で、あのビス打ちなんですけど、あの鉄板にね刺さりやすいようにこういうあの、鉄板用のビス、下の開けんかっても打てるようなね、ビスをねこう買うてきました。これまあいけるかどうかわかんないんですけど、普通の木ネジとかね、スクリュータイプのドライ、ドリルとかもやったんですけどもね、ちょっと、うまいこといかんかったんで、今日は、このマルチドリルビスというやつでやっていきたいと思います。で、なんとこれね、あの、付属品で、こういう、ドライバーの先、インパクトとか、電動ドライバーの先につける、こういうあれもついてるんで、まあ、これ使ってねやっていきたいなと思っております。しゃ、ちょっとなんかプラスじゃなくて、この見えますかね、この反対側がこのちょうどこれがねプラスだけじゃなくて、なんかこの四角にも対応してるみたいで、これの方が強いみたいなんで、ちょこれでねビス打ちしていきたいと思います。はい、じゃあ早速行こうか。はい、今ちょっとね2つほどつけてるんですけど、これあのちょっと車のダウンライトにしようかなということで今つけております。あのまあ簡単につけれるんで、この穴の位置だけ合わせていってできるんで、これはほんまに簡単です。あとまあ配線で、ね、板打ちながらなんで、今のうちに配線だけやっとこうかなという作戦です。ここ、まあ、こういう中開けてもうたらこうなってて、で、ある程度位置決めはもう事前に好きな場所にしてます。で、これで、穴の位置を止める位置を止めて決めて、こういう感じ、こういう感じで穴開けときます。ほんで、このまま配線通す穴も開けていきますんで、配線通す穴がだいたいこの辺かなというところで開けて、配線の位置だけ確認します。はい。でね、ここからあの穴開けていきます。ドリル使って。はい。まあ、こういう、まあ、タイプのねドリルで、このコネクターのねこの太さ、ここの白のこの太さが通るぐらいの穴の大きさを開けていきたいと思います。
軽くねヤスリ掛けの方をしていきたいと思います。こう、まあ穴ね、できるだけ下こうやって引いてもらったら下の穴もちょっとバリが少なくできますんで、あのまあなんか木ね下に引いてもらった方が作業はしやすいかなと思います。はい。で、このね穴線を通すために、開けた穴を使ってこのようにして下にね配線の方を送っていきます。あ、もうちょっと小さい穴が良かったらね、一回この基板の方の、基板の方のですねこのハンダ付けを、まあ、外してやるというね高度なテクニックもあると思うんですけども、僕はねそういう高度なテクニック持ち合わせてないので、このまま穴の大きさを開けるという方法でね、下の配線ね下に配線を通すようにしました。でこの、基板の部分から、こういうふうにボルトで止める形に なっておりますんで、で、最後にですねこのカバーをこのようにして取り付けると、完成となります。はい。であとは、こういう形になります。はい。でこれであとは止めていきたいと思います。なくなったら広げ広げ。ね、今もう5時ぐらいやと6時ぐらいかなと思うんですけど、だいぶ天井の張りが進んできましてね、もう2個目の電気もね今付け終わりました。まあ苦労しましたけどね、ここまであのちょっと隙間とかあるところもあるんで、まあちょっとその辺はまた後々修正しながら、やっていきたいなと思ってるんですけど、まあこういったねあのカーブのところもなんとかかわしながらね、あのまずまず晴れてるかなと思いますんで、あとだいたいねあと3枚ぐらいですかね貼ったら終了なんですけど、その3枚が結構難しいです。はい。というわけでもうちょっとね引き続き頑張れるとこまで頑張ってみたいと思います。はい。というわけで今何時ですか、もう6時過ぎですね。なんとかね、いや6時過ぎちゃうかった、今7時20分ですね。なんとか天井の方ね、まあ、あの向こうの配線のとこだけちょっと置いてるんですけど、後ろだけ全部1日で張り終えることができました。いやもうめちゃめちゃ力作です。まあちょっとした隙間はねこのようにしてありますけどもね、こうオリジナルの電気を入れたりとかね、はい、こんな感じでね。でまあ隙間もまあちょっとありますけど、まあ、だいぶこの室内空間をね奪うことなく、天井の張りがねできたかなと、綺麗にできたかなと思っております。あの杉のね、いい匂いがねちょっとしながらも、はい、すごくね室内が爽やかな、いい匂いに、ね、なりました。はい。一回ちょっと電気もねつけてみたいと思います。仮にテント、おお、すげえすげえ。はい。という感じでね、今回大成功じゃないでしょうか。この素晴らしい空間が出来上がりました。車の中に最高に嬉しいです。で今日ちょっと助っ人で、来ていただいたんでありがとうございました。はい。というわけでまたね頑張りたいと思います。ではまた。